天野真、明治大学の3年生です。今年の夏はカナダで練習を積んできました。2度目の NHK 杯です。音楽は精霊の王です。トリプルルッツ、ステップからのトリプルフリップ。日本の天野真のショートプログラムでした。天野自身も最初のコンビネーションジャンプ、トリプルルッツからダブルトーループのコンビネーションが一つのポイントと話をしていたんですが、残念でしたね。そうですね、やはり練習と比べますと、そのジャンプに入っていくまでのスピードがちょっと足りなかったような気がしますね。これはトリプルフリップの場面ですね。そうですね、ステップから入ってきて直ちに飛ぶトリプルジャンプという規定になってます。はい、これはちょっと回転が足りないかなと思ったんですけど、よく最後まで回り切って頑張って降りてきたと思います。174センチと長身の天野、このスピンはどうですか。このスピンは非常にいいと思います。いろいろな姿勢変化が、あるわけなんですけれども、同じところで回転軸がまっすぐ取れてて、同じところで回ってられますね。ですから非常にいいスピンだと思います。これから採点を待つ天野ですが、9人のジャッジが採点します。リクワイアードエレメンツとプレゼンテーションの2つで採点されます。まずリクワイアードエレメンツです。このリクワイアドエレメンツは指定されたジャンプやスピンなどの正確さや価値の高さを採点するものです。今度はプレゼンテーションです。こちらは演技のスピード、音楽との調和や独創性を採点するものです。 5.0 が1つ出ました。6番。
ビャチェスラフ・ザゴロドニュークさん、ウクライナ。ウクライナのザゴロドニュークです。 NHK 杯では過去2位が2回、今年初優勝を目指します。世界選手権は幕張3位でした。ロックンロールです。トリプルアクセル、ダブルトーループ。ステップからトリプルです。3つ目のジャンプ、ダブルアクセル。ウクライナのザゴロドニューク、22歳、あのアルベールビルオリンピックのゴールドメダリスト、ペトレンコ2世といわれるザゴロドニュークですが、非常にパワーをつけてきました。ジャンプが非常に確実になってきましたね。今日 のコンビネーションジャンプ、あるいはそのステップから入っていったそのトリプルジャンプ、はい、もう本当に火のつけどころが打ちどころがないという感じでした。特に最初のトリプルアクセル、ダブルトーループのコンビネーションジャンプ、非常に鮮やかでした。これですね、高いですね。トリプルアクセル、3回転半、そしてダブルトーループ。もう2つ目のジャンプを降りた時にはもう完全に着氷体勢が取れてますね、はい、これは2つ目のトリプルルッツですか。そうですね、踏み切り方も非常にいいですし、まあ降りた後もよく流れてます。採点です。 5.6、5.7、5.7、5.8、 高い得点が出ました。リクワイアードエレメンツ 5.6、5.7。 マークフォーザゴールニュー、ロシアのジャッジは 5.8 の高得点です。練習から見ていますが、やはり3回転半のジャンプが非常にうまいですね。そうですね。プレゼンテーションです。こちらも高い得点です。 5.8 が2人。 5.7、5.7、5.7。 今年復活をしてきましたアメリカのトッド・エルドリッジ、腰を痛めてしばらく苦しみました。今年スケートアメリカで優勝して久々にリンク、元気な姿を見せています。
ダブルトーループ。発送時間は2分40秒です。トリプルルッツです。どのジャンプも軽々とこなした感じがします。エルドリッジ、19歳の時に全米チャンピオンになりました。規定問題がある頃には非常に規定がうまい選手と言われてましたね。そうですね、やはり滑るというね、基本的な動作っていうんですかが非常にうまい選手ですね。ですから例えばこういうスピンを回っててもそのエッジに乗る位置ですね、バランスを取る位置ですね、うまいもんですから、そのスピンの回転軸もしっかりしてくるっていうことですね。非常にキレの良い演技を見せますトッド・エルドリッジ。現在のところウクライナのザゴルドニュークがトップですが、抜くことができるでしょうか。リクワイヤードエレメンツ 5.6、 高得点です。やはりジャンプに加えたスピンの質も非常に良かったですね。そして今度はプレゼンテーションです。拍手が沸き起こります。 5.9 もあります。これでザゴロドニュークを抜きました。現在トップに立ちましたエルドリッジ。11番、フィリップ・キャン、フランス。さあ大きな拍手です。フランスの優勝候補フィリップ・キャンピローロ、 NHK 杯3連覇をかけます。そして今年もまたゴッドファーザーの曲に乗って演技をします。おなじみの黒いコスチュームです。ダブルトーループ、大きなジャンプです。
ステップからのトリプルフリップです。ラブラスです。私もファンを引きつけました。素晴らしい表現力です。独特の表現力ですね。そうですね、まあ、このキャンデロール選手がですね、その前にザゴルドニュク選手とかあるいはトッド・エルドリッジ選手が滑って、はい、非常に素晴らしい出来だったわけですね。でその後に滑ってなおかつこれだけの演技ができるっていうのは本当に強い精神力を持っていると思いますし、またステップから入っていったそのトリプルフリップを飛んだ直後にシットスピンが来るようなプログラムになってるんですね、ですからそこでそのジャンプを失敗してしまいますと、はい、そのスピンもダメになってしまうわけですね。ですから非常にその自信を持ったそのプログラム構成もされてたと思いますし、難しい構成だったと思いますね。これは最初のコンビネーションジャンプでしょうか。トリプルアクセルからダブルトーループですね。そうですね、非常に高いジャンプですね。ゆとりを持って降りてきてますね。相当この足の筋肉も強いんでしょうね。素晴らしいジャンプです。この辺の身のこなし方が他の選手とはまた違った味わいを持っています。キャンディローロ、さあ得点です。リクワイヤードエレメンツ5.8、5.7、5.7、5.6、5.8 が3人です。現在トップはウクライナのザゴロドニュークですが、5得点を出していますキャンデローロ。プレゼンテーション 5.9 が出ました。この時点でと言いますか、今日のショートプログラムキャンデローロがトップです。 5.8、5.8、5.9。 それでは男子ショートプログラムの結果をご覧いただきましょう。1位がフランスのキャンデローロ、2位がアメリカのエルドリッジです。2位はアメリカのエルドリッジ、3位がウクライナのザゴロドニューク。以下ご覧の順位ですが、日本勢は天野が10位、鈴木が11位でした。解説